どうも、達也です。今回ね、不安の半数思考を止める一つのアイテムね、紹介します。それはこちらになります。はい。春回路です。はい。春回路。これはね、僕がよく使ってるんだけども、これを背中の腰のこのあたり、下部のあたりね、このあたりに貼ります。そうするとね、ものすごく暖かくてポカポカして、緊張感が取れていったりとか、頭の中の注意が腰の暖かいなっていう感覚に取られたりして、半数思考をね、止められるんですよね。で、僕はこれをものすごく多用していて、辛いな、もうどうしようもないなって時に、もうとりあえず何も考えずに、これを服の上からね、腰のあたりにこうパッと貼って、そのままうつ伏せでこうマッサージを受ける時のこういう感じのポーズね、取ってもう寝っ転がります、うん、そうするとね、じんわりじんわり暖かくなってきます。で、じんわりじんわり暖かくなることで、腰がね暖かくなることで、体がものすごくリラックスできるんですよ。それはマッサージとか、そういったリラクゼーションとか、お灸とかね、鍼治療とかっていう時にも腰の下部のあたりを温めるんだけども、そういう効果も得られる。ものすごくリラックスできるし、この腰のあたりが、ああ暖かいなっていう感覚っていうのが、自分の頭に浮かんでくる思考ね、不安の半数思考、何度も考えてしまう、こういうの考えたくないけど考えちゃう、うわーってなっちゃうのが、ああ暖かいな、ポカポカしているなっていう感覚に切り替えられるんですよね。で、人間って面白いもんで、注意が、矛先が一つしか向けられないから、このああやだなっていうこの思考、頭の中の考えに向いている時と、こういうふうにああ暖かいな、ポカポカしているな、気持ちいいなっていう感覚、このどっちかしか取れないから。で、温度っていうのは人間の優先順位として、感覚の優先順位として高いから、この腰の暖かいなあって言ってるところに注意が向けられやすくなるんですよ。そうすると半数思考っていうのが一時的にね、がっつり止まるかなと思います。そしてね、他にもいい効果はたくさんあります。さっき言ったストレスを減らすこともできるし、背中の下のあたりを温めるので食欲が増してきたりとか、腰の痛みが取れたりとか、やっぱり腰のねあたりを温めると内臓にもいいって言われてたりもするから、そういったところいろんな面で効果があったりします。で、これはあくまで、僕がおすすめしている方法であって、科学的かどうかって言われると、またそれは別の話になっちゃうんだけども、そんなにお金がかかるものでもないし、誰でも使えるし、これもよく言う呼吸法もそうだけども、いつでも使えるので、で、外でも使えますね、最悪。っていうので、これをね、もうまずとりあえず試してみてほしいと思います。自分で、こう、なんだろうな、不安を止められるとか、止められるじゃないな、なんかそういう気持ちを切り替えられないとき、そういう時にこそ、こういう自分の意思とは関係ないところで頑張ってくれるアイテムっていうのをね、使ってみてほしいと思います。春回路、これはもうコンビニとかドラッグイレブンですぐに買えると思うし、騙されたと思って1個ぐらいだったらね、スッと買ってスッと試してみれると思います。貼場所は腰の下部、覚えておいてね。この辺りに貼ってください、はい、で、うつ伏せでぼーっと寝っ転がるとか、テレビ見るとか何でもいいです。リラックスする音楽聞くとか、そういったものを何でもいいので、そういったものから始めてみてください。これはね、本当におすすめの方法ですね。安くて早くて簡単で誰にでもおすすめできる方法なので、ぜひぜひ試してみてください、はい、ではでは噛みましたね。ではでは、そんな感じで春回路っていうので、自分の半数思考とか不安っていうのを軽減できるよっていうお話でした。ぜひぜひ、ものは試してみてください。はい、そしたらまたお会いしましょう。またね、ちょっとずつね、良くなると思います。大丈夫、ちょっとずつ良くなります。